れはエレンか。奴に壁の上まで吹っ飛ばされたってわけか。大敗北だ。正直言って俺はもう誰も生きて帰ることすらできないと思っている。ああ、反撃の手だと。何もなければあるのか。この作戦がうまくいけば、ここにいる神兵、私の命を捧げれば、そして私は真っ先に死ぬ。地下室に何があるのか知ることもなくなる。はあ、俺はこのまま地下室に行きたい。父との夢が頭にちらつくんだ。そして今だが、リヴァイ、見えるか。死んでいった俺たちの仲間が、仲間たちは俺らを見ている。捧げた心臓がどうなったか知りたいんだ。全ては俺の中の子供じみた妄想に過ぎないのか。俺は選ぶぞ。夢を諦めて死んでくれ。神兵たちを地獄に導け。獣の巨人は俺が仕留める。目標、獣の巨人に騎馬突撃を仕掛ける。当然目標にとっては格好の的だ。我々は一斉に深淵弾を放ち、目標の投石の命中率を少しでも下げる。我々がおとりになる間に、リヴァイ兵長が獣の巨人を討ち取る。以上が作戦だ。どうせ死ぬなら、どうやって死のうと意味なんかないですよね。全くその通りだ。どんなに夢や希望を持っていても、幸福な人生を送ることができたとしても、岩で体を打ち砕かれても同じだ。人はいずれ死ぬ。ならば人生には意味がないのか。死んだ兵士たちも無意味だったのか。いや違う、あの兵士に意味を与えるのは我々だ。我々はここで死に、次の生者に意味を託す。それこそ唯一この残酷な世界に抗う術なのだ。兵士を怒れ、兵士を叫べ、兵士を戦え。突撃。巨人どもを使って忍び寄り、獣の巨人を奇襲しろか。残された手がそれしかねえなら、必ず成功させてやる。的を絞らせないように煙幕を張れ。投石の命中率を少しでも下げるんだ。こいつらを伝っていくしかねえんだ。はい、急いで。あっ、この姿を出し合い片付ける。やれ、触れない。片付け。お前だ。歴史の過ちを学んでいないとは。王に世界の記憶を奪われたのは悲劇だ。だから何度も過ちを繰り返す。絶対にたどり着いてやる。
何マジになってんだよ。お前は父親とは違うだろ。何事も楽しまなくちゃ。みんなを誇り高き肉片にしてあげようぜ。巨人が倒れて、やっと会えたな。なんだ、俺の巨人を一人で倒してきたのか。こいつ、ライナーたちが言っていたリヴァイか。刻んでやるよ。
こに頼む。まだ仲間がいるはずだ。一人で行けるな。はい、生存者を探しながら行ってみます。これ使ってください。俺の敵じゃない。エルビン、お前との誓いを。リヴァイが獣の巨人を追撃する一方で、アルミンによる捨て身の作戦によってエレンはベルトルトの確保に成功していた。そこへ突如、四足歩行型の巨人に乗った謎の人物が。こいつ、目の周りに巨人化の跡が。獣の巨人化。お前が何？信じてほしい。俺たちはあの父親の被害者。父さん。おい、嘘だろ。ここまで追って。化け物め。ああ、分かったよリヴァイ。痛み分けで手を打とう。ベルトルト、悪いがお前はここまで。エレン。